おはようございます。国際スタイリングカウンセラー協会の沢木優子です。さあ、ユニクロさんから一通のメールが届きました。私が欲しくて買えなかったメリノブレンドタートルネックセーターのホワイト、これが入居しましたというお知らせメールが来ました。そしてユニクロプラス J のサイトを開けてみると、なんとあるじゃないですか、再入荷ですね。ホワイトもブラックもダークブラウンもすべて S から M、L、XL 揃ってます。私この色を S で買ったのですが、本来こちらのホワイト、オフホワイトの S が欲しかったんですね。ないからこちらを買ったんですが、こちらが再入荷しましたというお知らせが来て、サイトを見ると全部あるじゃないですか。やっぱりね、売れてるものなので作りますよね。ということで他のも見てみたら、例えばエクストラファインメリノタートルネックセーター、これも各色各サイズ全部揃っています。ダークブラウン、ネイビー、パープル XS だけないんですが、あるじゃないですか、これも。だとしたら私ダークブラウン買おうかななんて思います。パープルも綺麗でした。で、私はネイビーを持っていますが、これもとても綺麗めニットで重宝しているので、やっぱり再入荷来ましたね。そしてニットね、ニットがこれだけあるので、じゃあダウンもあるのかなと思ってみたら、ダウンも各再入荷です。ウルトラライトダウンフーデッドコート12,900円、はい、これもブラック、ネイビー、パープル、全部サイズも各色あります。そしてこの超売れたハイブリッドダウンジャケット、私いらないって言っちゃったやつなんですが、これもネイビー XS、 ブラックは XS と S と XXL と 3XL、 そしてワインは M と L 以外全部あります。ユニクロさん、やっぱり再入荷ですね。ということで、今日は緊急速報緊急速報、皆さんご存知ですよね、きっとメールが届いているはずなので。もし知らない方がいらっしゃって、まだプラス J、ジルサンダー欲しいなと思っている方がいらしたら、お役に立てていただけたら幸いかと思って動画を配信します。はい。ということで、私は再入荷したとメリノブレンドタートルネックセーターのオフホワイトを買いに行こうかなと思っています。で、私ニットたくさん、ちょっと今回また買ってしまったので、今ニット断捨離中です。この後、いらなくなったニットを皆さんにお譲りしたいなと思って、自分で着画を取り、メルカリにアップしようかななんて思っています。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画がお役に立てましたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。